人一人が起こした嵐を掛け合わせる。そして私たち4人で一つの大きな嵐を作ろう。みんな最近ぐっと調子が良くなってきたな。私たちの4人だからこそ出せる強みを見つけられたおかげだと思います。ぼんやりとしていた手応えがはっきりしたので改善もしやすくなりました。ライブバトルもどんどん楽しくなってきたよ。楽しいだけでなく連戦連勝、まさに絶好調ですわ。俺から見てもみんなの成長がわかるよ。この様子なら大丈夫だな。みんな、今度生放送の音楽番組があるんだが、月ストで出演してみないか？生放送ですか？そういえば4人でのお仕事は初めてですね。時期はいつ頃なんでしょうか？ドリキュンとの再戦より前なんだ。実はこの話はかなり前からいただいていたな。琴乃がいた時に話すつもりだったんだが、話すに話せなくなっていたんだよ。琴乃がいた時にいただいたオファーとなると、もう流れてしまっているのではなくて？それが先方は4人でもぜひとおっしゃっていてな。返事もギリギリまで待っていただいているんだ。なるほど。だから私たちが落ち着いたタイミングで話してくれたというわけですね。そういうことだ。とはいえ今はドリキュンとの再戦に集中したいということであれば。出ないよ！おう、そんなに即答でいいのか？ちょっと前までの私たちなら自信がないし周りの目も気にしちゃってましたけど、今の私たちに怖いものはありませんわ。どんとこーいって感じ。というわけで私たち全員やる気満々です。わかった、先方に伝えておくよ。さあ続いてのゲストは、ただいまいろんな意味で話題沸騰中、月のテンペスト。よろしくお願いします。この番組はパフォーマンス前にかなり突っ込んだ話をすることで有名だ。何事もなければいいが。さて、いきなりだけどよく出てくれたね。今すっごい大変でしょう。5人じゃなくてすみません。自分から言っちゃったよ。すごいね、肝が据わってる。むしろ話題性ありすぎだから大歓迎。さて皆さんご存知の通り、キストはドリキュンに敗北、そしてセンターの永瀬さんが脱退。4人で活動再開したかと思えばドリキュンとの再戦。こんな怒涛の展開ある？私たちも驚いています。人生いろいろあるものだなと。めちゃくちゃ落ち着いてるね。4人になってからどんな心境の変化があったの？琴乃ちゃんが脱退してから私たちはたくさん悩んで考えて何度も話し合いました。今まではね、なんだかんだで琴乃ちゃんに頼ってたのかなって思ったんだ。だから私たちは改めて強い覚悟を決めましたの。もう迷わない、月人として歩み続けると。なるほど。そんな皆さんにぜひ聞きたい、ドリキュンに勝てる見込みはどれくらいある？正直に言えば分かりません。前回は惨敗でしたし、成長したと言っても琴乃ちゃんが抜けた影響はやっぱり大きいです。負けるかもしれないのにまた戦うんだ、それはどうして？決まっていますわ。私たちが前に進むために彼女たちは避けては通れない壁なのですから。先々のことをあまり憂慮しても仕方ないですから、全力を尽くすだけです。それにこの4人で戦ったらどうなるのかなってメイも楽しみなんだ。皆さん、どうやら今の月人は一味違うようです。これからが楽しみすぎる。さあライブの時間だ。みんなお疲れ様。テレビに出て話すのなんて久しぶりなのに、よくあそこまで堂々と振る舞えたな。自分でもびっくりするくらい落ち着いて話せました。どうしてだろう、
私たちがそれだけ成長したということではなくて、あとはドリキュンの2人ともう一度対峙する方がよほどプレッシャーが大きいからでしょうか。ああ、わかるかも。なんていうか、あの2人って目の前にいるだけでピリピリってするもんね。この後だけど、テレビ局から電話だ。すまない。もしもし。はい。え、本当ですか。はい、それではまた明日詳しく。失礼します。お、今度はメールか。え、あのラジオ局からも。話を止めてすまない。ずいぶんと世話しなかったですわね。一体何事ですの。仕事の依頼が一気に来たんだよ。それも月ストに対しての依頼が。え、今のみんなはアイドル界の話題の中心だ。だからたくさんの業界人がこの生放送を見ていたみたいだ。そして私たちの受け答えやパフォーマンスを見て仕事のオファーをくれたということですか。そういうことだな。注目されているとは思っていたが、まさかここまでとは。4人の月下めっちゃかっこいいな。これだけ頑張ってる月下が負けるとかない。この勢いでドリキュンを倒してほしい。すごい、応援してくれるコメントがいっぱい。生放送の影響がいい追い風になったみたいだな。そうみたいですね。嬉しいです。あとは全力でぶつかるだけですね。